すずめの戸締まり考察の第5回は左大臣と羊郎行間を読むについて見ていきたいと思います。これまでの考察の復習になりますが、ざっと見ていきます。以前の動画で考察が難しくなったら新海作品では年長者の言葉に耳を傾けよということをご紹介しました。例えば君の名はでは三葉のおばあちゃん、天気の子では竹くんのおばあちゃんのセリフを紐解いていくと、作品の中でどういうことがテーマなのか、この作品はどういう作品なのかっていうことが見えてくる。すずめの戸締まりにおいては、ソータのおじいちゃん辻郎がこの年長者に該当します。要石として抜けてしまった後の左大臣が羊郎の病室にやってきます。羊郎から左大臣に対していくつかセリフが投げかけられます。実はこのシーンは小説にはない映画のみのシーンというふうに紹介しました。次の4つのセリフがあります。お久しゅうございますな、とうとう抜けてしまわれたか、あの子についていかれますか、よろしくお頼み申します。これらのセリフはシーンとシーンをつなぐために使われているセリフではなくて、一つ一つのセリフに重みがあります。付け加えなくてはいけない理由がそこにあるんだと思います。お久しゅうございますなは、左大臣と羊郎が以前共に仕事をしたこと、とうとう抜けてしまわれたかは片方の要石では支えきれなかったこと、あの子についていかれますかはスズメの旅を支えるということ、よろしくお頼み申しますは再配置を導いてくださいという意味ではないかという考察をしました。今回はもう少し掘り下げた考察をしたいと思います。まず宗像家の問題があると思います。羊郎が蒼太を杜氏の弟子として選んでいますが、その間には父親がいるわけで、この大臣か左大臣どちらかが父親なのではないかという考察がよくあります。この答えをまずこの動画の前半で出したいと思います。まずヒロインと主人公の両親はそれぞれどのように震災三部作で描かれてきたかを見てみたいと思います。まず君の名は、三葉の父親は地元の政治家、母親は幼い頃に病気で亡くなっている。続いて天気の子、ひなの父親の描写はありませんが母親は病気で亡くなっている。すずめの戸締まりでは父親は天気の子と同様描写はない、母親は震災で亡くなっている。ヒロインの母親は一貫して病気や災害、亡くなってもこの世にはいないという設定で描写をされています。言い換えるとヒロインの母は常に不在と言えると思います。ここで注意したいのは描写なしではなくていないことを描いている。描写なしはいるかもしれないしいないかもしれない、特に設定はしていないという意味なんですが、母親についてははっきりと今の時点でいないということを押さえているというところがまず注目するべき点になります。本題の主人公の両親の設定について見ていきます。まず君の名はでは滝の父親は一瞬だけ描かれていましたが母親の描写は特にありません。君の名はのパンフレットボリューム2というものがあるんですが、新海監督が映画の Q&A に答えていて、立花家の家族構成についてお父さんの名前はもちろん母親の存在、兄弟の有無などを教えてくださいという質問に対して、滝は一人っ子、父親の名前は特に決めていません、声優さんにあやかって和彦でいいかな、わら、母親は数年前に離婚したんだと思っています、そういうことは当たり前に起こることだし、タケも特に執着したりはしていないのですと新海監督は答えられています。つまり君の名において主人公タケの両親はそれほど作品に関わってくるような深い設定はしていないと、よくありがちな現代の若者たちと重なるような設定にしているだけで深い設定はしていない。父親なんかこの一瞬の朝ごはんの準備のシーンだけしか出てこないですもんね。特に深い考察もしづらいと思いますし、実際に監督もそのような設定はしていないということです。続いて天気の子では父も母も描写はありません。もちろん小説にはわずかに父親と母親とどのような喧嘩をして小高が東京に出てきたかという描写はありますが、少なくとも映画では全くと言っていいほど触れられていないし、その描写はありません。さて今作のすずめの戸締まりで蒼太の両親はどのように描かれているかというと、両親ともに描写はなしとなっています。宗像家が代々杜氏の仕事をしてきたという設定になっているので、両親が杜氏としてどのような活躍をしているのかというところはもちろん考察の対象になるんですが、これまで君の名は天気の子とこのように主人公の父親母親っていうものは特に設定がないことがわかります。
監督自身も膨らみを持たせるためにしていないということももちろん考えられるんですが、特に作品に関わってくる部分ではないので思わせぶりな描写をしようともしてないし、そもそも映画の中でも描写をする気がないということがわかると思います。今回のスズメの戸締まりについても同様です。ソータの両親が何をしているのかという答えを出したいと思います。先日撮りに行ってきましたが、新海誠本2の中でヒロイン役の原菜乃華さんが監督に対して映画の質問をしています。ソータさんのご両親ってどういう設定なんですかという質問に対して、新海監督の答えはお父さんは教師ですと答えられています。なので大臣とか左大臣とかと思わせるような狙いはもともとなかったことがわかります。ソータは覚醒遺伝で都知事としての素質をおじいさんから受け継いでいますが、両親は都知事ではなく普通の人なんです。お父さんは学校の教師をしていて、ソータは素質があるからおじいさんに都知事として育てられたんだけど、その分父親と早くに引き離されているので教師である父親への憧れみたいなものがあり、都知事をやりながらも教師になりたいという気持ちを抱えているという設定です。都知事という職業が特殊なので観客とどこか接点になる部分が欲しいと思って教師を目指していたり、実は大学生であったり、お茶の水あたりにアパートがあったりというギャップを入れていったんです。点点点という話をされています。ソータの両親は考えない。そもそも設定にないからというところで考察を後半やっていきます。今回の動画は、辻郎から左大臣に対して話された4つの言葉の行間を読むという動画にしたいと思っています。小説にはない映画のみのシーンとして、激戦された4つのセリフだけが使われている。その行間にどういう意味があるのかということを後半では考察していきます。まず1つ目、お久しゅうございますな。これがどういう意味を持つのか、重たい言葉だと思います。3つ考えられると思っていて、まず1点目は、左大臣が要石であることを羊郎は知っている。ただの黒い猫ではなく要石であることを分かっている。二つ目、うつしを出会うのが久しい。そして三点目は、以前常世で会ったことがある。つまり弟子と要石として仕事をしたことがあるということが、このたった一言のセリフから行間を読んでいくと読み取れるんじゃないかなと思います。都知事の羊郎はどのように仕事をしていたのか、父親と母親は都知事ではないということが監督の設定から出ていますので、そこを排除して考えていく必要があります。まず指定として孫の蒼太が都知事仲間であると同時に、大臣左大臣は閉じる側閉じられる側で仕事仲間。僕が思うのは、もう一人宗像家ではない都知事がいるんじゃないかなと思います。その考察は後ほど。で、左大臣に対してお久しゅうございますな、以前常世で会ったことがあるということで、その時に見たのが白い狼の姿の左大臣なのか、要石の姿なのかは分かりません。なんでかっていうと、こちらも要石の真の姿と言えるからです。左側が再配置をもし仮に羊郎が行っていた場合、見た左大臣の姿は左になりますし、もし再配置をしていない場合は、この要石の状態の左大臣を常世で見たということになります。相手は神ですから、どちらの姿であっても以前お会いさせていただきましたというふうに敬意を込めて言っていると考えられます。で、2つ目の、とうとう抜けてしまわれましたか。ここから考えられるのは A パターン B パターンあると思います。 A パターンの場合は、病室からミミズを1点で支えているのか分かった。羊郎は言っていました。ここの病室から見えていたが、この体の自由が効かないので私は駆けつけることができなかった。あのミミズの写し絵の出方から見て、片方の要石が外れていることが見て分かった。東の要石左大臣だけで支えているのがミミズの出方から分かった。とうとう抜けてしまわれたかと言ったのか、あるいは以前羊郎が後ろ戸を閉める際に抜けそうになったことがある。その際左大臣は耐えてくれた。この時は抜けなかったけれども、今回はもうついに抜けてしまったっていう2パターンがあると思います。 A の場合は、もう左大臣さん抜けてしまうんじゃないかな、抜けてしまわれたかというところで終わりなんですけど、 B の場合は少し考察ができるのかなと思います。過去の話になってくるので。B パターンの、過去に羊郎が都知事として城戸を占めていた時に左大臣が耐えてくれた時があったという考察をちょっとしてみたいと思います。実は映画本編で大きくストーリー上関わってきませんが、羊郎は右腕を失っています。これは都知事として最後の仕事で失ったのではないかと考えられます。なんでかというと、宮崎の後ろ戸を閉める際も地震が起きる中で後ろ戸を閉めなければならなかった。ソータは周りが揺れながらも後ろ戸を閉めようとしたので、たくさんの落下物が降ってきて実際に左腕を怪我しているシーンがありました。地震が起き始めてしまっても、都知事が
後ろ戸をその中で閉めることで地震を最小限に食い止めてくれている。なので地震が起きたから戸地師は後ろ戸を閉められなかったとか、地震が起きなかったから戸地師は後ろ戸を閉めることに成功したということはなくて、その間もあるわけですね。地震はちょっと起きてしまったけど、戸地師がその途中その地震の中で後ろ戸を閉めてくれたから被害を最小限に食い止めることができたというようなことになっていると考えられます。でこの羊郎の右腕がないことは、回想のシーンかエンディングか忘れたんですけど、羊郎が起き上がって何かベッドで物を描いているシーンは左手でペンを持って描いていることが描かれています。でここからは独自考察に入っていきます。ここからは少し角度をつけて考察をしていきます。要ブックマークでお願いします。で羊郎が右腕を失った最後の仕事は何だったのか、これはおそらく東日本大震災だと思います。東日本大震災が起こる前から左大臣は東の要石として役割を担ってきた。で西の要石は別の要石が担っていたんじゃないかなと思います。東北方面の後ろ戸が開いて、その際におそらく大臣以外の要石だと思うんですけど、その西の要石が外れてしまっていなくなったので、ミミズが出てきた時に左大臣のみが抑えていた。で東北の後ろ戸が開いていますので、羊郎が駆けつけてきます。おそらく2020公開年と合わせた時代を想定した作品なので、10年前となるとソータは駆けつけたのかもしれないけど、当時は12歳ぐらいだったと考えられます。駆けつけたとしても羊郎の手助けにはならない、お前はここにいなさいというようなところで、羊郎が一人で東北の後ろ戸は閉めなければならなかったんだろうと思います。でその際西の要石は抜けたが、左大臣は耐えた。東の要石だけが抑えた状態で、羊郎は東日本大震災で揺れる中で後ろ戸を閉めたので、その際おそらく右腕を失ったんだろうと思います。で先ほど紹介したもう一人の戸地師がおそらくいて、その人が大臣を移し用の宮崎県ではないです、もちろん常世に入った中での宮崎県にあたる部分に要石をセットしたんだろうと。10年前にセットしたばかりの要石なので、今2020何年に出てきた時には大臣は神になったばっかりで、まだ幼い神として描かれている、そういうふうに考えています。なのでまとめると、羊郎の最後の仕事はおそらく東日本大震災で、再配置は行われていない。なぜなら左大臣がこの時一点で支えてくれたから。西の要石は抜けてしまったが大臣に置き換えられた。もともとの要石とは別に大臣が西の要石としてセットされたというふうに考えられます。なので10年前最後の仕事をした時に、東日本大震災の時にはギリギリで耐えてくれたんだけど、とうとう首都直下型地震の際に抜けてしまわれましたかって言ったんじゃないかなと思います。3つ目の言葉、これもむちゃくちゃ重いと思います。あの子についていかれますか。単純に左大臣がスズメと合流するためにこのシーンとシーンの間に入れることで、左大臣が向かったっていうことを観客に理解させるセリフだというふうにも考えられるんですけど、ここ行間読むとめちゃくちゃ深いと思いますね。何かというと、クエスチョンマークが後ろに抜けていて、疑問形で戸地師である羊郎から移し用にある状態の要石としての左大臣に聞いてるわけです。どういうことかというと、あの子についていかれますかっていうことは、もう一度要石として役目を果たされますかっていうことを確認してるわけなんですね。大臣なんか思い出していただけると分かりやすいと思うんですが、要石として抜けた瞬間は別に放棄する選択肢もないことはないわけなんです。任期を終えた瞬間なんだから、衆議院だったら4年、参議院だったら6年の任期を終えたんだから、次の選挙に出馬しない選択肢もあるわけですよね。ちょっと選挙の話で分かりにくいかもしれないんですけど、自然に抜けてしまったわけですから、大臣の場合は解散総選挙みたいな形で半ば強制的に抜かれてしまった場合でも、次の選挙に出なくてもいいわけ、出てもいいけど出なくてもいい、選択肢は要石にあるんだけど、あの子についていかれますかっていうことは、引き続いて要石の役割を果たされますか、左大臣様、あなたは要石としてのお務めをお続けになりますかっていうことなんですね。やめられませんかっていうこと、このたった一言ですよ。このたった一言で確認しているんですね。行間を読むってそういうことなんですよ。めちゃくちゃ重くないですか。だから小説にはない映画のみのシーンで、たった
った4ことなんだけど、これだけ行間に重みがあるんですね。浅大臣はでも言葉発してないように描かれてたけど、まあおそらく羊郎には多分声が聞こえてたんだと思います。俺は要石続けるよ、もう一回小屋に戻って世界のために尽くすよってと、羊郎はその左大臣の回答を得たんだと思います。その上で4つ目のご指揮を頼み申します。このたった1行に込めてる内容ですよが次の3点あって、スズメは自分の後ろ戸がある場所に向かうはずです。今私があの子に対して助言しました。人が生涯にくぐれる後ろ戸は一つしかないって助言しましたと。だからあの子は分かったようでした。今から自分の後ろ戸がある場所を探しに行くはずですと。そしてその場所はきっとあの子は分かっているはずです。で2つ目が、ね、ソータが要石となった今、私はもう動けませんと、後ろ戸を閉めることはできませんと。でも彼女は閉めることができます。要石を再度配置できるのは彼女だけです。もっと大きく言うと、世界を救えるのは今私とソータを除いた彼女しかいませんと。で3つ目、もっと言い換えると彼女が今から世界を救いに行きますと。後ろ戸をくぐって世界を救うために要石の再配置をしに行きます。自分の後ろ戸に向かっていきます。だから旅に出ます。その道中を左大臣様、見守っていただくことはできますか、お願いします、見守ってやってくださいと。これ3つのこれだけ大きい内容が4番目の1行、よろしくお頼み申しますに詰まっている。動画読んだらこれだけのことが出てくるわけなんです。そっとしますね。で別の動画であげましたけど、左大臣があの道の駅で玉木に取り付いたのかっていうところを、僕の考察としてはスズメがソータに代わって要石の再配置を遂行するのを見届けるため、もっと言えば羊郎から彼女が後ろ戸に入るその瞬間まで旅を手伝ってやってください、途中で道を見失わないように手助けしてやってくださいということで、玉木があの道の駅でスズメを高速バスで連れ帰ろうとした時は要石の再配置の旅からそれるわけなんですよね。からその旅路を修正するために玉木を一時的にスズメから引き離そうとした、だから取り付いたんだというところが僕の考察です。羊郎はスズメが病室に来た時、ソータはこれから何十年もかけて要石になっていくと。でそのソータに代わって私が要石になるっていうんですね。それに対して羊郎は、あなたは怖くはないのか言います。そんな何十年もかけて暗く冷たい場所で石になっていく、まあ、いずれは神になるけど怖くないのか聞きます。それとスズメはソータさんのいない世界が怖いと、そんな暗く冷たい場所なんかよりも私はソータさんのいない世界にいることの方が怖いと言い返すわけです。でそれを受けて羊郎はうはははははと笑って後ろ戸に入るには後ろ戸への入り方を教えてくれるわけなんです。羊郎はこの病室でのスズメとのやり取りだけ、ワンシーンだけ左大臣とのやり取りありますけど、そのシーンしか、この病室しか羊郎のシーンはないんですね。で松本白鸚さんを起用してめちゃくちゃ大事な重要なシーンなんです。これは都知事は宗像家の内部の人間なのか外部の人間なのかわからないけども、その人たちの力も借りながら宗像家を中心に閉じたんだというふうな考察をしましたが、羊郎はこの都知事たちの中でもおそらく長老クラスの一番上の人なんですよね。きっと東日本大震災、この時代の最も大きな地震の際も最前線で扉を閉めたと考えられるから、都知事の中でもおそらくリーダー的な立場なんだと思います。でその人がこのスズメとのやり取りの中でなぜこのように通ったのか、あなたは怖くはないのかって、なんで通ったのかって言ったら、自身が全員は経験できない、100年に1人2人しか経験できない大仕事なんですね。要石の再配置というのはその都知事の中でも一大仕事の再配置、もちろん羊郎はできないわけですから、それをこの子がやれるのかどうかを試してたんですね。覚悟を問うてた。今1点で抑えてますから、2点で抑えなければまた大きな地震が、一時的に回避しただけでまた大きな地震が来ることは間違いない。だから要石の再配置はもうしなければならないのは確定なんだけど、このスズメという女の子が本当にその100年に一度の都知事の大仕事である要石の再配置をやれるだけの素質があるのかを、あなたは怖くないのかって聞いて覚悟を問った。怖くないと、私が要石になるということを聞いて笑いましたよね。笑ったのは、あ、この子なら大丈夫だっていうことを確信したから後ろに入るにはねって教えてくれたんですね。このシーンで羊郎が何を疑問に思って何を確信したのか、そのところがこの笑いの前後で見えたかどうかということが、この羊郎というキャラクターを、あるいは都知事という設定を理解する上で非常に重要なシーンになってます。よし、わかった、あなたならできるかもしれない、要石の再配置をするにはまず後ろ戸に入らなくちゃいけなくてね、入るためにはね、この第一ステップを助言したと
すればですよ、これ面白いことに、この後多大臣がやってきて、この再配置の旅を見守ってやってくれますか、よろしくお頼みも巣に繋がるんですね、綺麗に。だからやっぱり羊郎にとってはスズメから現状、要石が今どういう配置になっているのかを聞いて、これは要石の再配置が必要だっていうことを認識して、スズメの覚悟を通って OK ゴーサインを出して、左大臣にも同行してもらったと、そういう重要なシーンになってます。で、こういうセリフの裏側にキャラクターが何を考えているのか、どういうことを知りたかったのか、どういうことが分かったからこういうセリフを言ったのかっていうところを行間を読みながら見ていくと、とても作品の奥深さが見えてくると思います。以上、左大臣と羊郎考察の第5回を終了します。スズメの戸締まり10日間企画の最終回はまとめます。この動画いいと思っていただいた方は高評価とチャンネル登録お願いします。感想やコメントもどんどん書き込んでください。スズメの戸締まりの考察はまだまだ続きます。それでは次の動画でお会いしましょう。行ってきます。